はい、こんにちは。今日はね、はい、1月の17日昼のね、もう回って2時35分です。はい、今日のね、ちょっとドレスアップ、パーツ紹介といいますか、もうちょっと今全部7箇所つけちゃったんですけども、それがこちら。はい、わかりますかね、このメッキの部分、スイッチをね、これを、運転席と、あともう助手席、後部の2箇所と、全部で7箇所つけました。少しねドレスアップできたんじゃないかなと思って、ちょっと高級感があるような感じになります。で、このね、プラスチックなんですけども、こういうなんていうんですかね、こういう S 字みたいな感じになってるんですね。で、裏にこういうね CM の両面テープ、薄いのはついててね、これあんまりまあ強力じゃないと思うんですけども、 3M の中では。でもまあこれ、まあ一応 3M なんで、いいっていうことでね、まあ取り付けてみました。こっちとかね、もうみんな、つけております。光ってて分かりますよね。こっちは分かるかな、分かるか。はい、これですね。ちょっと今拡大しますけどね、運転席の後ろ。はい、昨日発注して今日届きました、確かね。はい、こういうカンカンね、アルミの、ケースに入っておりました。はい、価格から言います。980どんだけ、まあ1000円ぐらいですね。1000円ぐらいでちょっとドレスアップ的なことができるというやつです。あの取扱いメーカーによってはね、まあ多分全く一緒だと思うんですけども、1000円台とか2000円台とか、ましてはもうちょっと高いのなんかあったと 思いました。なんで一番安いこの1000円台の980クラを購入して、取り付けてみたという動画です。あ、ちょっとアブデカのソング消してまで、また調査権に引っかかんない。はい、どこまで行った、著作権が引っかかるまでやってね。で、この匂いもね、すごく、多分この黒いスポンジの匂いだと思うんですけど、非常になんか好きな匂いです。あ、なんか新車の匂いっぽい感じですね。またあれとはちょっと違うかな、けど嫌な匂いではないですね、このスポンジの匂い。まあ匂いフェスとかそんなんじゃない、匂いの話はどうでもいいよな。まあこういうね、面白い、これ100均とかにあるような、カンカンに入って送られてきました。ここちょっとへこんでるね、まあ別にいいけど、まあこれはこれでなんか、カンポはね、なんか、エレクトタップとかね、配線止めのやつとか、いろいろ、まあ小物を入れるのにちょうどいいんじゃないかなって思います。はい、今ちょっとね、いろいろ点々としてね、場所移動しまして、最初三ツ輪さんの駐車場でちょっと取り付けたんですけども、非常にね、雪がひどくなってきて、これはダメだと思ってね、立地のあるビオのね、ヤマハ電機の駐車場にやってきました。で、ようやく、まあ、2箇所か取り付け完了したという感じになります。まあ運転席周りとか、まあ車の中でメッキパーツって、まあこの前ですね、これも以前取り付けた、まあ動画上げてると思うんですけども、これと、これ非常にいいですね、純正っぽくてね。あとこれね、今つけたこの、パワーウィンドスイッチガーニッシュっていうか、メッキっていうかな、名前それぞれちょっとわかんないですけども、取り扱ってるメーカーによって名前ちょっと違いますけども、非常になんか質感もいいんじゃないかなと思います。まあ多分ね、車種によっては純正オプションとかでもあるんじゃないかなって思います。ちょっと定かじゃないです。まあ自分純正オプションであっても買わないですね。だって メーカーオプションだとね、やっぱこれ7つでね、やっぱり2000円3000円ってね、やっぱ取られちゃうんで、金額ね。これなら別にね、アマゾンで900円くらい、まあ1000円くらいで買えるやつで、これもね、全然非常にクオリティいいですよ。全然悪くないです。まあ、こんだけのね、非常にいいクオリティで1000円台で買えるなら、こっちの方が断然いいと思います。自分はね、そう思います。で、またね、雪降ってきたんで、またねじゃないけど、今週また雪降るみたいです。はい。この間ね、結構、4日間休みあったんで、雪下ろしやって、もう大方、ほぼ下ろし終えて、道路にあった雪ね、道とかガタガタだったんですけどもね、
夜通し通して除雪作業の方が頑張ってくれまして、綺麗にこういう、アスファルトが見える道になりました。今もねダンプとか通ってね、雪取っています。捨てに行くとこですかね、結構川の方で捨てに行くトラックとかダンプが見受けられます。はい、今日の動画非常に短いんですけども、なんかいろいろ喋っててもう5分30秒になってます。今日はこれだけです。まあ、この前来たね、動画で上げたんですけども、ハンドルの中にね、安定する重りですね、ウェイト、ここにつけるウェイトあるんですけども、それバッテリーのマイナスアース外さないとエアバッグの配線とかちょっと取れないんで、それはもう次回やるんですけども、うまいこといかないもんですね、やっぱり。まあ、金属の金具ね、一部ね、こう、1センチぐらい切ればね、配線工を通せるんでいいんですけども、それだとちょっとね、非常にクオリティも悪くなるし、なんか、バランスもね、良くないかなと思います。で、その、ウェイトついてるのは、何?四駆車。まあ、要は寒冷地使用車ですかね、四駆車の。寒冷地使用車になんか、もうウェイトが標準装備されてるみたいです。一部の、YouTuber の、お話によると、そういうお話をいただきました、昨日ね。四駆車だけで標準装備みたいですよってね。あと、まあ、ボンネットダンパー、まあ、ボンネットダンパーは、まあ、5分、10分あれば簡単にできるでしょ。と、勝手にそう思ってるだけでね、実際やったことないんで、一遍もやったことないんで、相当時間かかるかと思います。何せ、ピンがね、マイナスアースで外すピンが多分なかなかこじれないんじゃないかなと思います。そこだけがネックかな。そんな感じかな。あとちょっと車の中で変わったとこといえば、変わったら非常にそんなガーンと変わったとこはないんですけども、はい、こちらですね。カーロクナビの前、ここコールサイン港30になったんですけども、つい先週ね、そろそろなんか変えようかなって基礎302に変えました。こちらマイクの方も基礎302に変えています。下のねテープ取っちゃったらね白く残っちゃったんで、マイクの方は取らないでその上から貼り付けているだけです。あとは何も変わってないかな。そんな感じかな。お、ヤリス希望ナンバーの25。ヤリスってバックランプ、リアバンパーの下についてんの?わたせ。今、車種によって違うけど、あんなんない。なんだそれ。1個だけか。まあ、それはどうでもいいよ。あとはね、後期ヘッドライトの、金額をディーラーの担当者から待つだけです。先週待ってみましたけども、まだ連絡がありません。連絡だけは早めにしてほしいものです。買う買わないにしろにやっぱちょっと金額だけ知りたいんで、まあ6万ぐらいで買えるのはね、買おうかと思ってるんですけども、それ以上高くなるとちょっと買えないんでね、やっぱお話だけでもね、やっぱちょっといただけると、電話していただけるとね助かるんですけども、こちらの宛もあるんで、まあ6万ぐらいで左右で買えるんでしたら、もうこっちもねその後期仕様に合わせたその配線ハーネスを買わないといけないんで、左右のね左右で1万785円だかな、それの配線を買わないといけないんで、それはもうね、まあ、ショッピング、ヤフーショッピングの方なんで、いつなくなるかわからないと思うんですよね。あれ、アップしちゃった。で、まあ、ウェイト、まあ、ちょっと話また戻りますけど、ウェイト、交換するにあたってね、ステアリングスイッチも交換していきます。今度は電話機能あるタイプね。まあ電話機能あるといっても、使えないみたいですね、実際には。誰だっけ、ヒロチャンネルのヒロさんがね、マーク X で交換しましたよね。残念ながらね、マーク X なんかお釜掘られてひどいなんか状態になってるみたいですけども、かわいそうですね。
まあ、次回の車はなんかレクサスらしいです。いい車、いい車やな。まあ、俺も、不調がない限り、壊れん限りは、X で行きたいと思います。まあ、今日の動画はこんな感じです。まあ、ヤフーから届いた商品と、商品入れればね、いっぱいあるんですけども、それはもう本とか、そういう類のもんなんで、そういうのは、ね、動画に上げてもあんまり面白くないんでね。変な話、あんまり再生回数も上がんないんで、それ言ってしまうと、ちょっと身も負担もないんですが。おお、雪取ってる取ってる。ショベルカーが、今ショベルカーの、あ、見えた。ほら、アームがね。アームがなんかちょうどモザイクかかってるように見えるな。この雨か、雨粒のやるか。はい、久しぶりにちょっとね、ドレスアップ動画撮ってみました。いかがでしたでしょうか。一応、こちらの商品ね、欲しいって方、いると思うんですけども、まあ、金額はさっき言った約1000円ぐらいね。で、対応車種のやつ見るとね、見たら、まあ、マーク X はもちろん使えるんですけど、あとクラウン。クラウンの210系、今の一つ前ですね。一つ前とか、あとなんかいろんな車種書いてありましたね。で、まあ、最近の、まあ、ここ最近の車は大体パワーウィンドウのスイッチでこういう感じだと思うんですよ。トヨタだったらね。まあ、他のメーカーはわかんないですけど、こういう風にね、なんつうなの、U の字っつうかな、こう指かけるとこね。こう U の字になってると思うんですね、トヨタ車の。まあ、トヨタ車でもね、旧車とかになるとちょっとパワーウィンドウのスイッチも形状も違うんであれですけども、最近の車だとこういう、U の字のね、U の字ってのかな、感じのスイッチなんで、まあ多分どの方にも合うんじゃないかなと思います。車にもね。まあ一応自分はね、クラウンの210系で、調べて、説明にね、マーク X も使えるって書いてあったんで、それを買いました。まあ、ほとんどの車種ならこれ使えると思うんでね、トヨタ車の。多分、クラウンで検索して、まあ、探していただければいいかなと思います。変な話、まあ、マーク X とか、ヤリスとか、そういう限定してね、絞ると、やっぱそういう高い金額っていうかな、メーカーによってちょっと結構高いもんもあるんで、2000〜3000円とかね、あるんで、で、買うときね、こういうスイッチのとこよく見てね、購入した方がいいかと思われます。あ、やっぱいい匂いやね。あ、分かった、このいい匂いのする方法つか原因、これほら、両面テープ、 3M の両面テープがこの匂いだ。だからこのスポンジに 3M のテープのこの匂いがついてるんだ。そういうことか。まあいいか。ではとりあえず今日はこれで動画、締めたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。また今度はちょっと、天気良かったらね、また続々とちょっとパーツ取り付けていくんで、またよろしくお願いいたします。なんやおじいちゃん、行ったり来たり忙しいの。はい、ではご視聴ありがとうございました。またね、動画で、またなんかの動画でちょっとリクエストあったんでね、まあサイレンアンプと、赤色のなんか光らせるなんかあれかな、全面蛍光灯。もうちょっと見たい、みたいな、サイレン聞きたいみたいな感じの、リクエストがあったんで、それもまた雪溶けたらね、山で撮影していきたいと思います。こんな街中じゃ全然もう NG なんでね、捕まっちゃうんでね。では今日はこれでお開きにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。